命が真っ赤に燃えて、ゲッタースパーク空高く。お寿司凍ってきたでー。おいっすー。あらよっと、お約束の2人前、2時間でござんす。なんおたおたしとんねん、あーん。降りるんかい、忙しいやっちゃのう。お披露目でござんす。こっちは中トロや炙り入りのちょっと高級グレード握りでござんす。置いといてっと。こちらはスタンダードな昔からある握りでござんす。開封の儀、お約束のもたもたぶりやでもた工芸わら。何個仕掛けとんねや。いつも通り単車の上で食わんかい。そうや、それでいいんやで。まずはスタンダードな握りをお上品に5箸を使い、いただきます。お魚の形した醤油入れがお懐かしゅうございますね。サビびっしり仕様でご注文様。わいは、わさびや生姜は、かなり効かす方。苦手なんは唐辛子系の、辛味。わら、マジで。まずはタコから。肉厚でコリコリまったりうまし。これは寿司じゃなくて厚焼き卵か。軍艦はカニ風味、マヨあえ。普通にうまい。ちゃんと噛んどるか？飲んどるやろう。次は、サーモン。こりゃいける。まい、わら。うなぎ？と思わせて、アナゴさんでござんす。わい程度では、お品書きに書いてないと見抜けへん、わら。うなぎより若干あっさりめ？シャリと混じるとまいねえ。蒸しエビ、これは大定番でっしゃろ。外す要素ないわ。この風味がええねん。あ、尻尾も食うてもうた。では、新打ちのマグロいくやで。ブーン。当然マイガナ、アホンダラー、わらわら。卵焼き、いってみようか。甘からず、辛からず、薄からず。
一般受けする上品な仕上がり。ワイは甘い方が好みやねえ。そうや、醤油を、そう、ねぶりつけるんや。これは、石垣かい？よくわからんけど、そう書いてある。粒貝みたいな、見た目と食感でござんす。味も同様コリッコリ。いかいくで、よーく、お醤油にねぶり倒すんや、わら。隠し包丁に、染みて、ねっとりうまい。とうとう第一部、ファイナル。わい、このしめ鯖好きやわ。本当は、バッテラだけでもいいくらいで、ござんす。ブーン。たまらんねえ。大人の味って感じ。なんだ？てめえ、降りてくんなし。ふらついとやせんか。だから何座っとんねん。こっからは雑談に切り替える？ふーん。お寿司解説は赤文字参照。わい素朴な疑問があるねんけど、ビビットアーミーって何？ YouTube はもちろん、Yahoo 他でも、去年くらいからサイト閲覧していると、やたら広告出てくるんや。多分マロイマロイゲームかなんかでっしゃろ？雰囲気でマロ系だろとは、わかる、わら。わいはそういうの踏まへんねやで、わら。皆さんも、ビビットアーミー、わら、見てますか？流行りといえばコロスケ。志村けん、言っちゃったなぁ、未だに納得できん。コロスケには何やら隠された部分が、多い気がする。国からの、こんな引きこもり推奨や、指導、生まれてこの方数十年初めてだ。学校や、病院が危ないのは、わかる。ただ、なんか忘れてませんか？国内には、常時5万人もの日陰者が、劣悪な状況下、生きているっちゅうの、忘れたらダメですよ。とても予防できるとは思えへんです。あの人たちも人間なんですよ。家族や友人も待っているんです。医療崩壊の前に。まあ、いいや、わら。今回、闇が深いねえ。暗い話はこのくらいにしときまして。やっと、くんかいな。さっきから、ぼかしちょいちょい逃げとるけど、た、の、む、で、しかし。わいここのところ、久々の部品試作してるんや。泉のごとく良い案が湧いて、燃えとるんやで。思い立ったら、即実行したいたちなんで、今の引きこもり推奨令は、ちょうどええ。ワイには昼も夜も関係あらへんがな、気の済むまで眠くなるまでやで。本当は、ここで経過画像でも見せてあげたいけど、このチャンネルは同様の、カスも見よるからなぁ、わら。他人のアイデアをパクってコピーする、そんな業界ですよ。二輪旧車やなんてそんな程度がほとんどやで。なので残念ながら製品になるまで、公表できません。製品になったらアップしますよ。ワイが考えて、ワイが生み出したっちゅう証なるしね。YouTube はアップした日付は詐称できませんから。思うに30代の頃って、取り憑かれたように打ち込んで、すべて立体化、製品化してやったわ、わら。利益より走れる時に走っとこうみたいな感じで。Y の頭もまだまだ枯れてないってのよ、わら。
もの作りは苦しいけど楽しいですね。ところで皆さんは、この時節何してはるんすか？基本出かけるのは買い物くらいでしょう。この状況じゃゴールデンウィークも減ったくれもないでしょうし。小中学生は家にいるだろうし、家の中もうざくね。夏休み以上の長期休校で、家庭内不和起きそう。そのうちストレスで、その手の事件、起こるだろうね。車中泊とかキャンプとかは、大丈夫なんじゃね。一週間くらい、家から離れて生活するのも、おつやで。でも YouTube 流し見してるとか、まあ、ワイも、どこも行きませんけどね、わら。YouTube といえば、ワイ、最近まで非常に危険な状況でした。もう、出したけどね、わら。大人のさじ加減、恐ろしいわ。おう、何故に、右手にぼかし入るんや。AI 様には、発酵麦汁は NG なんか？アホかー。今度は、ワイの辛かいな、わけわからんのう、ツベルクリン反応。ちなみにワイは今までも、多分これからも、コラボ配信はしないと思いますよってに。やらせな、しらじらしい芝居が柄ではないので、わらわら。ただ、ライブ配信は、時期が来たらしたいねー。前にも、どっかの動画に書いたと思うんですけど、とっときのいいネタがあるんですよ。もちろんまだ誰も動画にしていないネタです。食べ物でも、単車関係でもありませんが、間違いないおっさんホイホイですよ。中洲自信あります。なんたって当チャンネルの視聴者は 90% 以上が男性です。年齢層は45、55の同年代が 60% というスペック。飲みながら見てほしいわー。ライブでやらなきゃ価値が薄い動画なんだよな。まあいつになるかわからんけど、気長にお待ちください、わら。つう、わけでお寿司20貫いただきました。大変おいしゅうございましたでござんす。ごちそうさまでした。長々、お付き合いいただいてありがとうございました。暇つぶし、お目汚しになりましたでしょうか。お寿司はいいねー。おいしいねー。